いらっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。本日はイベントデーです。本日のコスプレは水着となっております。皆さん可愛らしい水着でお客様をお待ちしていますよ。一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。ご指名はカリアさんですね。かしこまりました。それではこちらへどうぞ。
ません。みっともないところをお見せして、はあ、後でリアちゃんに謝らないと。カリアちゃん、そろそろ来られるみたいです。私、これで失礼します。時々でいいので、またお話しさせてください。お待たせしちゃってすみませんでした。今日も楽しく飲みましょうね。夏だしね、お店をあげて常夏のイメージですよ。でもこういうところで水着になるのってやっぱり照れるな。ドリンクを注文してください。かしこまりました。はい、どうぞ。いいんですか？ありがとうございます。では遠慮なくいただきますね。なんだか焼酎が飲みたい気分です。わがままを言ってすみません。ありがたくいただきますね。楽しく飲みましょうね。乾杯。私が聞いたのは、院長のセクハラに悩んだ看護師さんが首を吊ったっていう話だけど。そこで写真を撮ってこいって。私の大学の人ってそういうのに凝る人が多くて。はあ、私お化けとか本当に苦手だから。すごい憂鬱。行きたくないな。でも行かないと。一緒にいてくれるってだけで本当に心強いですよ。本当にありがとう。約束だよ、絶対来てくださいね。
ありがとうございます。では遠慮なくいただきますね。なんだか焼酎が飲みたい気分です。わがままを言ってすみません。ありがたくいただきますね。楽しく飲みましょうね。乾杯。あ、ドリンクが空ですね。よろしければ次のご注文伺いますよ。あ、私が選んでいいんですか？そうですね。はい、どうぞ。お客さんは宝くじって買いますか？なるほどね。当たったら嬉しいしね。私今日生まれて初めて買ったんですよ、宝くじ。いやー、そればっかりは。まあ運試しですね。当たったらどうしようかな。あ、そしたらご馳走しますね。出ちゃった。後で謝っとかなくっちゃ。ふーん、乗馬は危ないとか思ってるみたいですよ。お父さんはっきり言わないんですよ、乗馬をやめろとか。まあもともと無口な人なんで。あ、でもなんか態度とかが。みーちゃんそんなとこまで行ったんですか？うん、まあそうですね。乗馬に関するお金は全部自分で出してます。自分のやりたいことなんで、それが当然ですし。ええ、だからここで働いてて、このお店だったら週末だけ働けばいいんで、練習とか習い事とか調整できるし。ごめんなさい。だってお客さんにまで心配させちゃったから。え、応援？私そんな風に言われたの。
初めてだからすごい嬉しくて。うん、でも私なら本当に大丈夫です。私、障害が多ければ多いほど燃えるタイプなんです。だからこんな障害いくらでも飛び越えてみせますよ。あれ？あ、すみません、そろそろお時間みたいです。どうされます？ありがとうございます。じゃあ引き続きよろしくお願いします。もちろん。じゃあどの曲を歌いましょうか？はい、頑張って歌います。ありがとう、楽しかった。なんだか酔ってき、お話も楽しいんだけど何かして遊ばない？じゃあ何がいい？あげあげ合戦でいいんだね。負けないよ。くださいね。お待ちしてますよ。